ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はクロードの必殺技ランキングやっていきます。クロードには11個の必殺技があるんですけども、使えるやつ使えないやつありますよね。今日は1位から11位まで発表します。では行きましょう。それでは第11位からいきます。第11位は兜割りですね。一発のダメージがだいたい1万5000ぐらい出ます。威力もちょっとイマイチだし、ブレイク力もそんなにありません。原作ではちょっと使えたらしいんですけども、リメイク版では使い方がわかりません。続いては10位、走破山ですね。4回ヒットすれば9万ほどのダメージ与えるんですけども、一発一発の攻撃が長い、なので途中でキャンセルされることが多々あるんですよね。これは使えない。続いては9位、バーストナックルですね。攻撃が当たってそこで追加ダメージが発生するんですけども、ダメージがまずない。2発当たったとしても2万ほどのダメージしかないですし、これブレイクなんだけどもそんなにブレイク力はありません。これも同じく使えないな。続いて8位は交流派ですね。エフェクトが派手なので結構いいかなと思いきや、全部ヒットしても10万ぐらいのダメージ。まあちょっと遠目から攻撃できるので雑魚敵から反撃は受けにくいっていうのはあるんですけども、もう少しダメージ出てもよかったんじゃないかな。7位は爆裂波ですね。密着して当てるとダメージは7万、遠くから撃つと3万5000、まあこれぐらいのダメージなんですけども、では早くって終わるまでも短い、使いやすいんですけどもダメージがちょっと低いかな。これを使うなら別のやつを使った方がいい感じです。第6位は鏡面説ですね。最後の方に覚えて消費 MP も高いので結構期待したんですけども、ちょっといまいち。全部当たれば25万ぐらいのダメージ与えれるんですけども、途中でキャンセルされることが多い。このゲームね、連撃系がちょっと弱い気がしますね。連撃中は無敵になるとかだったら強いんですけども、今の状態だったらキャンセルされまくっていまいちですね。それでは第5位、第5位は空破山ですね。ディアスほど強くはないんですけども、一発3万から4万ぐらいダメージ出て、でも速いし使いやすいとは思います。ただ弾速が遅いのよね。もう少し早くピュン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 飛んでいってくれればよかったんですけども、まあ5位ですね。第4位はソードボンバーですね。全て当てると15万と結構ダメージを当てることができますし、判定が上までありますので飛んでる敵に有効。まあ場所によってはこれを入れてもいいのかもしれませんね。ただジャンプするときキャンセルされることがあるので、そこだけは注意です。それでは第3位です。第3位はフェイズガンですね。全ヒットすると14、5万と結構いいダメージを与えますし、とにかく出が早いのでほぼほぼ全ヒットさせることができます。ただし後隙が長いんですよね。長いので反撃をもらわないように注意。そんな感じです。では第2位ですね。第2位は活人剣ですね。原作版ではこれ攻撃は入らなかったみたいなんですけども、リメイク版では攻撃性能もありです。遠くで攻撃しても、ダメージは入らないんですけども、密着して撃つと最大で10万ぐらいのダメージを与えますし、まあフルまで回復させますので、これを打っとくだけでまず負けない。まあ即死ダメージ来たら負けますけどね、まず負けることのない、そういう必殺技です。第2位は活人剣。それでは第1位です。第1位はもうダントツでこの技ですね。流星翔です。クリティカル含めると40万ぐらいのダメージを与えることができますし、とにかく出が早いし出し終わるまでも早い。これめちゃくちゃ使えてこれだけでいいですよね。はい、ということで今日はクロードの必殺技ランキングでした。他のキャラクターもやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。